各二十九。ほにゃららほど点点点でないの表現です。はい、今回の話は実はね前回の塊と分けなくてもいいくらいの話。でも丁寧にっていうこと。そう、あずあずこれを否定形にするとどうなるかというお話です。早速スタートです。例題です。問題はこちら。ドン。 次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさい二つ用意しましたこの建物は東京タワーほど高くない私たちはあなたほどお金持ちではないはい同じくらい高いだったらアズトールアズ同じくらいお金持ちだったらアズリッチアズでもないない今回の TK ズポイントはこちらどん 何々ほど点々ではないの表現です not so...as... 点点ほにゃららほにゃららほど点々ではないということです一緒でしょないだから not をきましたまあ強いて言うならば最初は as, as... だったのが so as 否定 so as に変わるよここだけです下の例文 I'm not so rich as you そうだね so as の間に形容詞を置いてそれを not で否定しているとこういうこと 私はね、そんなにはリッチじゃないわ。あなたと比べちゃったら。私はあなたほどお金持ちではない。I don't have so many books, a you? 私はそんなには多くの本持ってないわ。あなたと比べたら。私はあなたほど多くの本は持っていない。このようになるわけです。ね、今回の場合は、メニーブックスが塊だよ。ポイントはそれだけ。はい、ですので本当にごめんなさい。丁寧にやるんで、肯定文の。 あずあずと、のとそうあずを、so、分けて説明したということです。はい、それじゃあ、問題に戻るよ。この建物は、東京タワーほど高くはない。はい。not。so。と。ええ、あず。tokyo tower。このようになります。そして下。i am not。so。r i c h はいこのようになるわけです。いいかなポイントは否定形になると「そうあず」になるということ。間に形容詞を挟むのは同じポイントばっちりもうつかめた。ね。続いてこちらドン。ね久しぶりにまあ例題の3番ですけれどもこれも先に答え書いちゃいます。Hey, Tom Books ああもうちょっと小さくしないと書ききれなかった。So many books many ということになります。はい。notso as ということ。そして意味の塊ねメニーブックスという意味の塊ということになっているわけなんです。 はいですからね、えー、先ほどまではですね一般動詞でしたが、こういうあ B 動詞でしたが、今回みたいな一般動詞の場合は does not ね、ね do not、did not、そう何々はずという形になります。T ケースポイントでもね同じことやっていたから問題なく解けたはずです。おさらい T ケースポイントこちらどん 何何ほど点点点でないの表現です。Not so 点点点 as 何何何何ほど点点点でない。I'm not so rich as you。私はあなたほどはリッチではないですよ。I don't have so many books as you。私はあなたほど多くの本は持ってないですよ。ね、肯定文の場合は so as でも as as でもいいんだけど、否定文の場合は not so as という形です。 しっかりとポイントつかめたね。